疲れ様でした。お疲れ様でした。いよいよツールドサインが来週でフィナーレと。いやそうです。振り返りましょうか。2年8ヶ月やってきましたから。そんなやってたんだね。そんなやってた実は。なんか真夏とかやっぱ冬とかはやらないので。ああそうか。そうかそうか。暑かったり雪だったりするんで、だから実質その活動期間そんなに長くないんですけど、実は2年8ヶ月前ということで、だってもしかしたら私ここに座ってなかったかもしれない。だからいや座ってないですよ多分。要するにリニューアルする前からそうです、前からあったし、ソータさんは入社してないし、そうなんですよ。私は入社したらもうあったコーナーなので。あのすごいねそれは三浦さんのツールド初回の出発は見てない。あああの伝説の頑張るぞの、あ伝説の頑張るぞ1回目は見てない。もうあれは見てないんだ。見てないです、見てないです。あれが全ての始まりだったみんなずっと使われるとは思ってねえ、ね、ちょっと気合い入れて言っとけばよかった。あれも何もこう台本がないんでツールドって、うーんその場でやるんで、ああいうことになりましたね。なんか街の方との触れ合いが自然になってきたよ。あなんか最初すっごいなんかぎこちなかった。確かに。いや本当に ノンアポで行くんで、どういう風にこう絡んでいくかちょっと分かんなくて。それでいったら食リポとかもね、ナチュラルになってた。そうですよ。1回目と最終回見比べたい。いや、やめてください。いやなんかこうたまにこうスペシャルみたいに流れるんですよ。あの1スペっていう番組で。はいはい、恥ずかしくて見られないですね。最初の方とかあって。Hulu でも見られるじゃないですか。見られる。そうか、Hulu。初回も見られるんですか。全部見られるんで。じゃあ最終回の後に見よう。どれだけ成長したか。そうですね、最初のキャベツとレタス間違えたりもしてたんで。あ、そうだった。わからない。ナチュラルに間違えて、ごまかそうとしたのを全部使われてたっていう。うちあれ、あの結構最初の方に若さの八頭町の方走ったでしょ、はい、その時にあの大きな柿がバーって看板にある八頭町 の、はい、あのなんだっけ直売所、うん、に寄ったのをすごいうちの息子がめちゃくちゃなんか印象に残ってるみたいで、あそこの前通るたびに、うん、あ三浦君が自転車で寄ったんだけど、すごい最初の、うん、そう3歳とかだったんじゃないかな、うん、それで言ったら うちの子供も、うん、三浦くんに自転車教えてほしいって言ってた。そういえば自転車のお兄さん、自転車の習いたい、自転車の人になって、自転車の人になって、そうでも本当そうなんですよ。僕自転車の人って言われるんで、え、じゃあ自転車の人じゃなくなっちゃうってことですか。そうなんです。アイデンティティがちょっと失われる感じ。いやそうなんですよ。どうしようかなと思って。次何、船どこ行くの。あ海を渡る、まあ、山陽海もね、魅力の一つですからね。日本海のあるあ、港を巡る。いいかもできてる。いいかもしれない。で、漁師飯をいただく。ああ美味しいやつしかないじゃん、うん、釣りもやっちゃったりして、ね、おーいいじゃん、釣り好きなんで素潜りでついちゃったりして。決まりました、決まりました。新コーナー手こぎで行くんだよね、もちろん。そうです。船作るところからね。あ、そこから時間にあと1回かじゃあね。そうそう1回ですよ。来週で特集としてこう3カ所回るんですけどもね、最後になるんで、無事でゴールできたのかって予告でさっき言ってましたけど、そうなんです。結構やっぱ長くやってきたんで、もう坂道とかへっちゃらと思ったら、もう最後にもううわっていうの、おわが来た、最後にこれ待ってるかっていうのもあったので、三浦君のマッスルを持ってしてもおわが、どんな景色が待ってるのね。 それで言うと僕初めてロケで初めて自分から1回休むって言った。ここに来て、そう、ハードな道もありましたので、ぜひご期待ください。逆に今まで一番休まずに来た、休まずに来ました。僕からは言ってないです。ディレクターさんから言うことはあったんですけど、光さんの初めて聞いた、ね、聞いた。はい、ということでぜひご覧ください。